DS BDS ピッ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 気をつけれアーシャース。はい、スペレンさんって、クワントね、僕はね、少年野球をやっていました。小さい頃はね、メジャーリーガーというね、大きな舞台をね、夢見てた少年だったんですが、中学に入りね、現実を見て、ね、少年野球じゃなくて中学からもね、夢を捨てました。ですがね、僕は野球はね、大好きなんですよ。見るのは嫌いですけど、やるのは大好きなんで、今日はね、何キロ出るかやってみましょう。これには8年のブランクがあるけど、いくつ出るか楽しみです。出ない。出ないとは何なんだい。押してるちゃんと。押してる。65。がっかりだね。65? 92。92?93。出ない。機械が壊れてんのか、彼が壊れてんのか、てんてんてん。出ないんですけど。結局測れなかったのでおしまいだ。まだ終わんないでください。おい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 、大人の事情に突っ込まないでくれ。僕も大人です。チンゲンサイは生えてるのかい。ジャングルボンボンです。なんなぬ、私より生えてるじゃないかい。ってことで NG 集。なんだこの曲は。アリ地獄。悩み相談。ツイッターで悩み相談よくしてるんで、それで、ね、悩み相談ね、ちょっと返せなかった人たちの悩みをね、ちょっと解決しようかなと思いまして、悩み相談ちょっと待ってしたね。ダンテさんの動画が面白すぎて夜更かししてしまって睡眠時間が取れません。いつ寝ればいいんですか。まあ11時ぐらいに寝ましょう。で、僕の動画見てくれるんなら全然夜更かしグッドです。夜更かししましょう。解決してないじゃないかい。滑舌が良くなりたいね。僕にそれを聞きますかって思うんですけど、僕のね、友達なんか滑舌が悪い人がいて、その人はなんか手術したみたいです。ベロをなんか、ベロが短いから、悪くなるのか、どっちだか忘れちゃったんですけど、ベロの手術することによって滑舌が良くなります。あ、僕もね、手術するべきかもしれないですね。ああ、告白したいけど振られたらどうなるかわからないからどうしたらいいですか、ダンデさん。そのね、告白したい彼女をね、ミジンコだと思いましょう。で、自分をね、宇宙からこうイメージしてみましょう。宇宙から見た自分はミジンコです。で、その彼女はもっとミジンコね。そう考えたらね、告白なんてちょいやでですよね。まあ告白できたら苦労しませんけど。私、企画長たちをまとめる部長をやってるのですが、企画長たちが仕事をしないで人任せ、そのためにいつも総長に怒られます。代わりに私が企画長の分の仕事もしているけど、ストレスと仕事に押し潰されそうです。僕もね、機械体操で副部長をやってたことあって、でもね、僕こういう性格なんで、友達に舐められることが、じゃ友達じゃなくて後輩に舐められてました、めっちゃ。で、なんだろう、何が違うのかって思ったんですけど、こうやっぱオーラですよね。
オーラ、あ、なんか LINE がめっちゃ来る。オーラがやっぱ大事です。そのワンピースでいうルフィとかってもう覇王色の覇気じゃないですか。もう備わった覇気があるんですけど、それをね多分つけた方がいいです。覇王色の覇気、こうみんなをねまとめられる覇王色の覇気をねこうできるようにしましょう。僕も使えるかもしれないです。以上 PDS 株式会社 PDS オリジナル T シャツ Amazon で絶不調発売中。